AFG モトスポーツです。ドメイン専用ヘルメットのインカム、ヘルムリンクが登場しました。ヘルムリンクはセナ社と共同開発したインカムになります。ドメインヘルメットにしっかりとフィットしてフォルムを崩さずにインカムを取り付けることができます。セナをすでにお持ちの方は馴染みやすいとは思いますけれども、基本的なヘルムリンクの操作方法に関しては当店ウェブサイトのヘルムリンクの商品ページにリンクがございます。インカムの機能なんですけれども、 Bluetooth は 5.0、 通信距離は約2キロ、複数人の通話を楽しめるメッシュインターコン、 FM ラジオ、それからボイスコマンド、そして音楽を聴きながらでも通信をお楽しみいただけることもできます。そしてヘルムリンク独自の機能として特徴が、後ろの部分にLED がついていることです。これはスマホとリンクさせることによって操作が可能になっております。まずは製品が手元に届きましたら、専用のアプリをダウンロードしていただくのと、パソコンで本体のアップデートを行いますので、ソフトウェアをダウンロードしてください。そちらから常にアップデートをして最新の状態を保つことができます。どうしてもバイクは小さく見えてしまいますので、この LED があることによってより安全性能を高めることができます。ドメインをお買い求めの方、ぜひヘルムリンクも一緒に買ってツーリングをお楽しみください。その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。それでは Ride Safe Ride Eco。 まずは内装を外します。カバーはスライドするだけで簡単に外れます。爪が3箇所とこの横がスライドして外れます。側のところにはカバーがついてますので、こちらは取って大丈夫です。次に左右のカバーを外します。内側にプラスのネジで止まっておりますので、工具で外します。こちらで左右取れました。ここにヘルムリンクがつきます。本体を取り付ける前にスピーカーのベルクロをつけていきます。次に本体を取り付けするんですが、アンテナを横に差し込んでいきます。ちゃんと R と L とよく見ると書いてあります。マイクのベースはここです。次に外したカバーのところにボタンを取り付けます。アイコンって書いてある方がヘルメットの右側になります。ヘルムリンクには付属の六角のネジと工具がついてきます。これを使用します。スピーカーの配線はレールが、ちょうどくぼみがございますので、そこに合わせてスピーカーを設置していただいて、くぼみの中に端子が収まります。他の配線もちょうどいいところにくぼみがありますので、そこに隠していきます。あとは内装を戻していきます。